おんじゃもどうもさおでございます、今日の朝か今日の朝の動画ですね、こちらがネットとかで言われている、まあ、矛盾してるんじゃないかっていう点と、まあ、自分の意見みたいなものを入れたんですけど、まあ、これら全部逆に矛盾がないように考えたらどうなるのかっていうお話を今回していきたいと思います。それでは知られざる桃太郎物語、こちらを要約していきたいと思います。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいまして、桃がいました。めでたしめで、いい加減にしろ。目を背けたいんだよこの物語から。子供がいない二人、モモアローというポケモンを可愛がっていました。もっともっと可愛がられたい。モモアローは自分の毒で作った餅を振る舞った。まずここからおかしいよな。毒を振る舞うわけみたいなところなんですが、まあ、この後この餅というものは欲望を生み出す力も持っているということが語られています。そしておじいさんとおばあさんはモモアローの虜になった。モモアロー大好き、何でも叶えてくれる神様みたいな感じになっていったんですね。モモアローにどんどん何でもしてって頼むようになっていってしまいました。それに応えられなきゃモモアローの存在意義がなくなってしまうということで、おじいさんとおばあさんに貢いでいった形になります。家来のポケモンたちを使って、その時に彼女らが欲しがったのはあのお中元の桃だね。これによってモモアローは本来の目的を思い出した的なノリだったのかもしれません。そしてしまいには異国からの噂、素敵な仮面、素晴らしい装飾がされたお面、これを欲しがったというわけですね。さあ桃太郎、これに答えなくてはいけません。道中で会ったマシマシラキチキギス、彼らを従えて行き着いた先は北上の里。その時お祭りでは大男とオーガポンが仮面をつけていました。まんまと仮面を奪うことに成功したと思われたその時、男がポケモンたちに気づいてボコボコにし合いまして、なんとか勝ったところを怒り狂ったオーガポンに見つかってしまい、ボコボコにされてしまいました。モモアローはその時己の運命を悟り、じっと殻に閉じこもり目覚める時を待っていました。とっさとさじゃないが、いやこれ結構マジでモモアロスなんですけど、昨日矛盾があると言われているとこ、そしてまあ僕が言ったところ、こちらを羅列していきます。トモッコの鎖、トモッコの鎖の話がなくなってしまっている。能力を引き出す毒素でできた鎖に脳を刺激され、サイコパワーが開花したはずのマシマシラなんですが、動画内では予知能力があるマシマシラ、こんなものを捨ておくわけにはいかない、仲間にしろみたいな感じで語られていました。まずここが1点。そして2点目、祭りの起源ですね、お面は桃の魔除け、桃がルースとなっていて、餅を食わないため洗脳対策で北上の祭りが生まれた。表祭りですね。桃アローが別の地方から来ていたんじゃ説明がつかないじゃないかというところですね。で次はまあオーガポンが悪者にされているっていうところですね。で4つ目、男の遺体の場所ですね。男の遺体がなくなっていておかしいよねっていうところですね。オーガポンの、伝承の方では男がいなくなってますっていうところだね。で次が看板ですね、毛色の違う看板、そのもの魂を抜き取られ、二度と村へは帰れぬだろう、まあお面をしていれば帰れるよみたいな話で、お面の伝承とつながるのに別地方から来てる、おかしい。そして最後がお面の行方です、オーガポンが、ボコボコにして、勝利したのにお面はなぜ祀られているのかっていうところですね。まあ、これに関してはまあ説明つかんと思うけどね。はい、というところでございました。で昨日の結論は、まあ昔話自体が創作の物語である可能性、みたいなところを探っていったんですが、まあこれはかなり濃厚です。まあというのも、鎖餅を振る舞いずる賢く生きるというね公式の説明があります。泣き真似をして同情を買うなど弱々しい赤子のように振る舞うずる賢い一面もあります。まあこれはかなりね、あの伝承に影響を及ぼしてそうな部分なんですが、そこまで頭いいかわかりません。物語をねじ曲げるほど頭がいいかわからないんですが、まあ桃目線の物語、まあ桃太郎ベースの桃目線の物語になっているので、まあ、悪いところは書かないし、あくまで英雄のように書くし、まあ非常に可愛らしく描かれてましたよね。そういったところにまあ矛盾を感じるというか違和感を感じるデザインになってるっていうのはこれ間違いないです。で、次ですね、まあ、だから老夫婦の話、まあ昔々一緒に過ごしていた老夫婦が欲しがっていた仮面を手に入れるためにトモッコを鎖持ちで従えて北上の里へ向かったという一説がありますって書いてあるんだよね。まあ、だからこれあくまであの物語って一説のようです。まあこれは真と取るか偽と取るかなんですけど、僕は今回まあ割と真と取っていきたいと思います。
まあというよりなんかねじ曲げられた真相っていう感じですよね。ボコボコに悪いやつですからね、モモアロス。とんでもないことやってんのにめちゃめちゃ可愛く描かれてる。こちらの矛盾点をどのように解消するのかというお話。まずはマシマシラの図鑑説明、先ほど出しましたね。ここが矛盾してるんじゃないかというお話だったんですが、まあ本来モモというポケモンって邪毒の鎖って技は持ちます。で同じ形にしてるんで鎖は出せます。で鎖を出すことによってまずは捕まえて、で公式動画では毒の力で従えたってなってるんで、まあ鎖のシーンはカットされてるっていうか、まあ邪悪になるんでなくしてる可能性がありますね。なのでまず先に鎖をつけて洗脳して、まあ、弱々しいお猿さんに餅を与えることで欲望の力バフですね。もともと予知の力を持つポケモンなんですが、その力は弱く、ゲーム内では容量も悪く頭も悪かったって書いてあります。だから本来予知の力を持つ種族だったんですけど、弱々しいから捕まえやすいと。でその後餅を与えることによって予知の能力が欲しい、ちゃんと自分も予知の能力が欲しいと思ったマシマシラは容量よく強化されたって考えると、この時点では矛盾はしていません。まあ鎖から餅っていうところはね、まあこれは補足のコメントでも書いておきました。次が祭りの起源。まあここからがね、これとんでもない話になってくるんですよ。お餅を口に含まないためのお面で口を隠す祭り、そしてあの掲示板ですね、魂を取られるっていうお話。お面をつけておけば安心だよねっていうお話なんですが、まあこれに関してはね、一回モモアローが北上に訪れてれば OK です。もともと北上のポケモンでそこで悪さをしてたんですけど、だんだんとみんなが風習としてお面をつけてねっていう風習から祭りが生まれてしまった。さあこれどうするかっていう話になって、まあ別の場所に逃げたみたいなね、まあ、すごい長距離マラソンなんですけど、まあこうすれば北亀にもともと伝承があって表祭りがあってっていうところが本当にギリギリもうね糸が通るというね話ですね。おじいとおばあのお話から仮面の風習が強まってしまうんじゃないか、自分の憩いの場北上がまた侵されるんじゃないか、そちらの危惧も感じてめちゃめちゃ頭良くない？これなんか言ってて苦しいな。まあというところで戻って王がもうボコボコにしてったっていう可能性もありますね。まあ、これなら昔話も嘘じゃないし、ゲーム内終了も嘘じゃないよって感じになるかな。で次が男の遺体の場所がおかしいっていうお話もあって、まあ、これに関しては、まあ、結構無理ですね。なんなんだよ。ここはちゃんと違う部分かなって思います。でもこのちゃんと違う部分って、まあ、確かに創作の部分では、表祭りの、まあ、こちらの比較も違うところから、まあ、割と伝承で語り口の違いが出てるんかなって思います。まあ、そこまで細かく書かねえよって話ですね。で最後、オーガポンがなぜ仮面を回収しなかったのか。まあ、ここはふざけた回答なら、オーガポンのお手手がちっちゃくて持ち帰れなかったってところなんですけど、まあそれどころではなく男を探しに行ったって感じですかね。もしくは桃目線の話だと遺体あるんで、まあ、そっちを心配しに行った、そっちを埋葬しに行った、そしてその埋葬する前の争った後北上側の伝承に残っているっていう、まあ北上側の伝承だね。オーガポンをかわいそうにより見せるため、そして大男の行方を隠すためだね、ゲーム的にって考えることもできます。一応できます。そして最後の説なんですけど、まあ G とバーがそもそもいなくて作り話なんじゃないかってところなんですけど、これ多分 G とバーはね、いそう。北上から一度別の場所に行っている説で考えると、まあその時に G とバーと会って拾われて、まあ、割といい人だったから、まあちゃんと懐いたって可能性があります。でちゃんと懐いているんであれば、まあ自分の餅を使って洗脳状態にしてもっと愛してほしいって思うのかもしれません。でしかも G とバーが確実にいるな、懐いてるなって思える条件は、まあお中元の桃ですね。あのお中元の桃で桃アローが動き始めてるんで、まああの物語、まあ懐かしい香りに惹かれて目的を思い出したって考えると、まあ確かに G とバーはいたのかもしれませんね。まあといった感じになるんですが、一度別の地方に行ってる説はさておき、他の部分はまあギリなんとか矛盾はしてないのかな。まあ、まだ矛盾してるぞっていう方はぜひともコメント欄に書いてみてください。まあ何度も言う通り、まあ公式のあの神話とか伝承があの矛盾してたり、まあ、実際主人公が体感すると違ったりみたいなことがポケモンでは頻発するんで、まあそちらの精神で行こうかなって思っております。ただ
この動画めちゃめちゃいいなって思うところは、なんかめっちゃみんな可愛いんですよね。なんかめちゃめちゃ可愛くないですか。まあ、基本的にやってることって泥棒なんですよ。お中元の桃とかも、まあ、近隣から奪ってきてますし、まあ、お面も泥棒しようとしてて、人をやっちまってますんで、まあ、割とやってることはカスなんですけど、まあ、それを隠すような可愛いテイストで彩ったこの昔話というものは、なんとも裏がありそうですね、というお話でございました。まあ、また、桃太郎についてお話ししていきたいと思います。もうより答えが用意されて、混沌と化しました。以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。感想もぜひコメントしてみてください。それでは、残念ですが、さようなら。